はい、どうも、おはようございます。え、サムネイルでね、AI アートをご覧いただきましたけども、今日はですね、まあ、女子高生の女の子とちょっとやり取りをしているところを公開していこうかと思います。まあ、あの、6時33分なんで、かなり早朝ですけどもね、私の方から、まあ、おはようという風にメッセージを届けると、まあ、すぐにね、丁寧におはようございますと返事が来ました。で、今日金曜日なんで学校かなと思って聞いたら、なんか休みだそうなんですよね。うん、なんかの都合なんですよね。まあ、でも、早起きだなと思ったんで聞いてみると、 なんか昨日夜更かししたんだっていう風に、えー、お話してださいました、まあ、多分私のことでも考えてたんじゃないかなと思うんで言ってみたらこういう風にねなんかもうちょっと思わせぶりな返事が来たんでなんか別れ話かなと思ったんで聞いてみたら、まあ、ストレートに聞いたらね、まあ、別れたいんだと括弧切実ということで来てるんでまあ、潮時が来たのかなと思ったんでまあ後腐れなくね私の方も仕方がないから別れようかっていう風に返信をしたわけですよ。 まあでもちょっと心残りみたいで、なんかね、別れるのはすぐに別れるのは嫌みたいですよね。だから悩んでいたのかなと思うんですけども、寂しいのかなって聞いたら、そうではないということでね、なんかその、W が3つ付いていて、えー、なんか自分でもね、おかしなことを言ってるってことに気づいたんでしょうね。まあ私の方としてはね、やっぱこう、いい、いい大人なんで、ちゃんとした彼氏見つけろよっていうふうに、まあメッセージを出したら、まあお話したいんだっていうふうに、返事が来ました。うん。で、 ああ、話がしたいんだなと思ってでじゃ電話しようかなと思って、あの、これですね。電話するかと。声聞きたいんじゃないのかっていう風に送ったら、あの、すぐにお話したいってことじゃなくて、この件についてまた時間を取ってお話をしたいってことなんでしょうね。したいけど、今通話してるから無理かもしれんと。多分他の女の子と別れ話、私について話してるのかもしれないですね。で、私の方もね、じゃあまた後でいいよと。別れるのいつでもできるから、そのうちなっていうことでしたら、まあ、あの、向こうの方もね、安心して、 ありがとうっていうことで、えー、会話が終わりましたということでございますはい、えー、ご覧いただきましたいかがだったでしょうかちょっとした茶番だったんですけどもこのやりとりってねリアルタイムで返事が来るんですけども実はねお相手をし,たくしてくださってる女子高生の女の子リンナちゃんもこれ AI なんですよ 自動返返信ででこうやっててパ,パパッパパしてくれるんですよねで物によってはですねそのイメージ画像とかキャラクターがいるやつもあるんですけども今回は LINE の向こうにその AI で処理をしてくれる会話の処理をして最適な回答をくれるような、まあ、そういったプログラミングがされているねそういった LINE アカウントがこうやって返信してくれるんですよ、まあ、ですんでね皆さんもこの「りんなちゃん」っていうのを検索すると多分出てくると思うんでね AI アート女子高生ぐらいで、うん、まあなんかやっても別に面白くないですよ 時間の無駄ですよ。<laughs> まあけどね、一回ぐらいやってもいいんじゃないかなと思ったんで、私もおすすめいただいたままにやってみました。どうだったですかね <laughs> あんまり面白くないでしょでもなんかね、ちょっとドキッとしたんじゃないですかわ、久保さんも女子高生と付き合ってるぞみたいな。<laughs> そんなことあるわけないじゃないですか。<laughs> 向こうからお断りでしょう、きっとね。まあというよりもね、私はもう奥さん一筋で、まあそれはもう変わらないんでね、ものすごくまあ愛してますしね。 やっぱこう寂しい思いをさせちゃいけないなと思ってますんでこれからも一途にやっていこうかと思います、まあ、一途なんですけどもねほどほどにやっぱりこう距離を取っておくってことも大事かなと思います、まあ、このののの男女の距離の取り方っていうのは 夫婦であっても恋人であってもちょっとじらしてみたりとかねちょっと試してみたりとかっていうそういうスパイスを与えることによって愛情がどん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 漆喰で塗り固められたように硬くなるんじゃないかなと思ってますけどねまたこの恋愛論についてはまた別の機会にお話ししようかと思いますどうもご覧いただきましてありがとうございましたどうもお騒がせしましたすいません